見えますね。の当たりっていうのは糸には出らんもんなんですか。ほとんど出らんね。中には出るやつが出るな。やっぱ川木みたいな感じで。もうホバリングやけど。今おるんやったらランダマを上げた方がいいかもしれんな。ランダマを上げるとそういうのって当たりあのフグをかわすことができるってことですか。うん。早く沈みすぎるってことで、何玉を打ったんじゃ、餌なんで。巻きがいっぱいあるところやったら、ちょっと守られるんけど、巻きがまだ上からこう押しよんのに、はい、刺し絵だけが下にするとさ、もう行ったら、フグはパパパパッと来て、はい、パパッと食べる。あチムが寄ってきたら、フグはもう、のいてしまうけんいいんやけど。あうん。ただ、のくっていうのはやっぱ弱肉強食の世界みたいな感じ。そうそう、怖いんよな。大きい魚だと。ただ黒の場合でもやっぱ一緒なんですか。まあ基本一緒だわな。自分よりもでかいやつが来たらやっぱ怖いわな。魚はな。トウゴロイワシがあのたまに磯でこうバッとこうドーナツ状に避けたりしよんのが。ドーナツ状に避けよんのは下から黒が来よん、ね、あれはあれが来たら黒が来よんちゅうもん。ドーナツになったらよ。はい。普通にパチャパチャパチャって行くときは黒が来よんないけど、はい、ドーナツ状に下からパーンと飛び上がって、はい、丸くなってポーンとなるときあるよ、ね。はい、あれは下から黒が出てくるから上に逃げよん、ね。はい、だからドーナツみたいな、はいはい、あれが来るチームでは黒が出てきよるチームでタイミングを見計らってああいうのを投げるんですか。抜くタイミング、そのドーナツになるタイミングが例えば5秒あったら5秒後に投入しようとかいう感じになるんですか。抜かんでもいいよ。大きい皿作りは食うやつ。トウゴロイワシがおるのに小さい餌を使うっていうのはナンセンス。あ、大きい餌であえてそのまま残すってこと。大きい餌やったら必ず残るんよ。小さい餌やったら、はい、トウゴロイワシに食べられるわけよ、はい、あれ口が小さいやろ、はい、だから口に入らん餌をつけてやる。今ガンダマの位置をずらしたんですね、上の方ずらした。こっからが早いけど、こっからが早いですよね。
折れば食うわ。ガンダムの位置を上にずらしたっていうのは餌が早く入らんため。逆にじゃあ早く落としたいときは近づけてあげればいいんですか。そうやわな。チノはほら動く餌の方が食うやん。あ、そうなんですね。負けがじわーっと落ちようときに、はい、1個だけシューってギュッとそれ食う。へー。だから今までは針の近くに打って負けがじわーっと入るようなところをちょっと早めにシューってするから。でもそれをすると今日は多分やけどスタッフかなんか下におるんで、はい、それをするとそれにやられよるから、はい、うん、推測よ、見がへんのやけど、はい、多分そうやろうということで今はガンダマの位置をずっと上に出して今度ゆっくり、ああいう風にイグイするような糸に出ないような当たりの魚種ってフグ以外何かいますか。小さい魚はほとんど出らんやろ、遊泳力がないんじゃけど。尻尾に3回振ったっちゃ10センチとか20センチしかいかへんのよ。大きい魚しっかり一遍振ったらもう2メーターか3メーター動くやん。やっぱスズメダイとかもそう、そういうのある。逃げ力ならないやつ。念仏ダイもあんなちっこの魚がこうやって振ったっちゃうのよ、はい、もうちょっとずつしかいかへん。はいはいはい。なるべくじゃあ今負けの層の中をゆっくり回してる感じなんですね、うん、後から行った方がいいやろね。負けが落ちた後から、はい、さっきよりは多分いいと思う。今上にこの城がおる気配がない、うん、上にこの城がおったらもう波がシャシャってこう立つから、はい、風が若干今弱まりましたか。しよ、うん、これがもし万が一強くなった場合っていうのはどうしますか。やめるわやめるわ。もう 1,2 メーター強くなったら、まあ 1,2 メーターやったらこのままやるわ。だいたい風速じゃあ 3,4 メーターやったらこの仕掛けで何もなく入っていく感じなんですね今現在。まあ、風の、はい、吹き方だよね。正面から吹く分はそれは全然関係ねえよ、はい、横から吹かれると糸が横に触れるんやから、はい、ダメやんか。正面地 糸の抵抗とか一切ないよ。風に影響されるの一切後ろからも何歩吹いてもかは自分が釣りにくいっていうか、はい、寒いとかそういう意味合いだけやから。横に限ったじゃ あライン面リグを常にする感じなんですか。常にせんわ。最初が肝心。最初が投入直後はもうそれで決まりで、はい、投入直後の1糸の置き方でもう決まり、はい、おらんかな。そうに気泡みたいなのが入っちゃうんですけどそれはもう全然関係なく。関係ねえやいいですね。これはもうお前さ長く使うと絶対なるやろ、はいはいはい、長く使っても竿を曲げん人は絶対ならない、はい、当たり前やろ。竿を曲げとる人はこうなる。しかも長く使うとこれはもう全く問題がない。問題ねえ、かっこ悪いだけや予備の竿ができ出たらこれ塗装し直そうと思うと、はい、こっちは折ったんよ。この手前は手前が折れたんですか、うん、ぶっこけてから竿をそのまま自分の体重が全体重持ってこことトップがバーンと折れて、あらら、これも出てから前5年か6年ぐらい経ったよ。その間ずーっと釣ってきてな、1キロ級ぐらいなんぼ負けてんの大したことならへんけど、5、6キロの魚何匹も取ったんだよこいつで。へえ、5、6キロ。そうで、でけえブリとか 5.6 キロこれで取った。おー、でけえこれで取ったんですか。1号ですか。1号でマダイ2枚ともほら 7.6 キロ級16センチ86センチって、はいはい、2枚ともこれやん。これで取っちゃう。へえ、うん、7キロ級までだから1キロ前後の少々かけてもそんなにこういうブリスター入らせんけど、もう
強い魚を何匹もかけてくるとどうしても塗装の目に見えんところで皮膜は破れるわけよ、はい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 、でそこからこう空気が入っていくわけ、だから魚をかけとんって止めちゃらないかんねん、こういうのが来たら向こうに流れながらじわーっと手前やな、ほら残った、あ、ほんと下手残るよ、あ、なるほど、これはガンダムの位置をずらしたのがためとか、そうそうそう、そのため、まだ、はい、そうまで行ってなかったっけ、今、はい、行ってもよかったっけ、多分動くと思うけどな、じゃあガンダマの打つ位置によってもう落ちる速度って全然違ってくるんですね、全く違うわな、全く違うよ、ガンダマは小さいけど魔物よ、わからんのじゃ俺もう老眼じゃけやな、巻きすぎがないから打てば打つほどいいわ、へえ、お金があればここに1トンぐらい打つんやけどあ、トンものすげえね、トラックかなんかね、負けの山をこうものすげえことになるじゃんね、この辺で、あとはカンちゃんが出てくれば、自分は今日あれやったよ、本当は釜江のマダイカチームを狙うっちゅう、はい、そのつもりやったんやけど、はい、たまたまその鳥見仲間から別府に珍しい鳥が来たんけど鳥かんかいって言ったわけ、もう生きてんやけどな、鳥ももうおらんなったら困るしなと思って朝一番6時半には別府行っとったんや、その時にもう7時になったらここ空いとるから、はい、餌を2枚溶かしてちゅって、でここに来て、はい、多分冬やから館内がおるから館内一匹かけてちょっと遊ぶのか、だから館内が来るまでは、はい、まあ、こうやってチームでも、はい、おるからかわからんけど、はい、偉いよな、はい、時間つぶしになるから、今はその時間つぶしなの最終目標は館内なんですか、館内な、館内を1号で取るんですか、違うよ、え5号じゃん、あ、5号出すんですね、あ、びっくりした、1号でやるか1号の 1.5 はすげえなと思ってあ、チームの次やろ、そうですね、これは生二角と醤油だ2袋ですか、あの小さい醤油だ、何ていうの、水を入れたんですか、入れたよ、弁当ダメだな、あれがあるから、違いますね、ガンダムで一応開けただけで、え、ああ
方で魚を噛んだ時ってレールどうやって起こすんですか。起こさない。この状態で一回合わせる。この状態で合わせるのは孵化せずに。でやり取りの時にレールを。レールを起こすのはリールを巻く時じゃかな。リールを巻かんのにレールを起こす必要がない。はい、この近場であのレバーブレーキ使うことはありますか。レバーブレーキあるよ、しょっちゅう。チルの時もやっぱレバーブレーキ使うんですか。使うよ、少しはね。そっちに突っ込まれちゃダメっていう時に。そんな時じゃねえで、竿を、はい、竿の角度を保つために使う。ちょっとこの近場でも乗されそうな大きいようなやつが来るってことですか。そう。フグは多分そこから20センチ以下におるんだろうな。まあ30センチ以下かもしれない。そこに餌がいると、はい、餌とある。そこまで行かなかったら大丈夫。今年のおらんな。水温が低い時ってやっぱそこの方でべったりしてるんですか。なあんまり浮いてこないな。上に浮くってことは尻尾振らないかもね。消費カロリー。はい、使うもんね。そこに寄ったら尻尾振らんで、胸びれと尻びれと、はいはい、まあ、尻尾はゆっくりこうするだけで、はい、泳がんでいいんじゃないかな。はい、それで餌を食った方が嫌だ。よかったら話してください。メバルとかって結構あの夜浮いてきたりしますね。あれはそういったもう魚種その時期のシーズンやけん活性が高い時だけだって。いや、メバル低水温に強いよ。あ、黒の方がもっと低水温だし、ジヌは結構いい。でもメバルとかカンダイとか寒い時によく釣れるやん。やけんメバルはあの鹿児島におらんっていうのは。そういうことよ、海水温高すぎる。おもてなわしでいこう。面白い。はい、了解しました。てくれん。